Bye. 皆さんは祭りは好きでしょうか祭りといってもいろいろな規模の祭りがありますよね地元の小さな祭りならその地域の方々が集まるほどの小規模なものですが日本でも大規模なものは観光となるようなものもありまさに全国から人が集まるほど有名な祭りもありますまた祭りの意味についても様々なものがあります例えば 沖縄のエーサー祭りや京都の五山送り火はいわば死者のための祭りであったり青森のねぶた祭りは無病息災のための祭りであったりただ人がお祭り騒ぎのために集まるだけではなくそこには何らかの信仰心が伴っているのもまた祭りの特徴ではないかと思います。さて聖書の世界では 祭りりは非常にに重要ななものになります今回は古代イスラエルの祭りから罪人の救いについて考えてみたいと思います。古今東西の祭りの中でも特にイスラエルの祭りはその他の祭りと非常に区別されるべき相違点があります。それは「神が祭りを制定された」ということです。つまりイスラエルの民は 神が制定された祭りに参加する義務があったということです。日本の祭りは参加したい人だけが参加するわけですが、イスラエルの祭りはそうではなく、神が決められた期間に連日にわたってその祭りを取り行わなければならなかったのでした。しかも基本的には全員参加することを神から求められていました。なぜ神は祭りを制定し、 さらに全員参加することを求められたのでしょうかそれはイスラエルの祭りがヘブル人のみならずすべての罪人の救いに関係しているからでしたつまりそこには常にイエス・キリストの役割を象徴的に表す儀式とそのお働きによって罪人に何が起こるかという教訓的な儀式が 含まれており私たちがそれを学んで理解するなら神のあないのご計画に対しての信仰をしっかりと持つことができるようになるからです。言い換えればイスラエルの祭りを通して救いの奥義を知ることができるということなのです。そしてイエス・キリストの役割が大きく3つに分けられるようにすなわち 犠牲のイエス・キリスト中保者大祭司イエス・キリストそして王の王主の主というイエス・キリストこのように大きく3つに分けられるようにイスラエルの民にも年に3回大きな祭りが神から与えられていましたこれをイスラエルの三大祭りと言いますそしてこのイエス・キリストの役割を象徴する大きな祭りには 必ずその前後に、キリストの働きに関連する小さな祭りが与えられていました。それゆえ、イスラエルの祭りは一日で終わるのではなく、年間を通してそれぞれの祭りに参加するためには、非常に長期間を要することになりました。それゆえ、過去、神に対するイスラエルの民の背信行為の刑罰として、 アッシリアやバービロンに捕囚となって遠い外国の地に住むことになった人々もいましたその中でも敬信深い人たちはイスラエルの三大祭りに参加するために数ヶ月にわたる巡礼の旅に出ることになりましたキリストが生誕された初臨の時期もヨセフとマリアが宿を探して宿泊できる宿がなかったということですが実はその時ちょうど 秋の狩り用の祭りの時期だったと思われます。ですから、冬の12月25日のクリスマスは、イスラエルの祭りを学んでいく中で矛盾が生じるわけです。本当のイエス・キリストの生誕の時期は、秋の時期、すなわち9月末から10月の初め頃だと言われています。さて、今回は、イスラエルの三大祭りの 1> 第1番目杉越の祭りについて学んでみたいと思います。これはキリストの十字架の犠牲を象徴する祭りで最初に神が制定されたのは出エジプト時代の今から約3,500年前エジプトに下された十の災いの10番目の災いの時でした。そして特にこの祭りは 神との契約に関する重大な教訓を含んでいましたこの月の10日に各々その父の家ごとに子羊を取らなければならないすなわち一家族に子羊一頭を取らなければならない子羊は傷のないもので一切のオスでなければならない羊またはヤギのうちからこれを取らなければならないそして この月の14日までこれを守っておきイスラエルの改宗は皆夕暮れにこれをほふりその地を取り子羊を食する家の入り口の2つの柱と賀茂にそれを塗らなければならないこの杉越の祭りは非常に厳粛な意味がありましたそれは出エジプトの10番目の災いである長男の死 という神の刑罰において各家庭の代表者である父親がその家の長男を神の刑罰から免れさせるために神の長男であるイエス・キリストと自分の長男を交換しなければならなかったのですつまりキリストを象徴する羊を長男の身代わりに受けてそれを殺しその代わりに 神に自分の長男を差し出して、神のことしなければならなかったのです。このようにすることによってのみ、その家庭の長男は、神の刑罰から免れることができたのです。実はこれは、食材の方法について教えるための儀式になります。アブラハムのイサクの犯罪も、私たち罪人の救いも、この儀式において表された、 イエス・キリストの犠牲の地によってのみ神から許されるのでした。これは主の過ぎしである。その夜私はエジプトの国をめぐってエジプトの国におる人と獣とのすべての遺言を打ちまたエジプトのすべての神々に審判を行うであろう。私は主である。その地はあなた方のおる家々で あなた方のために知る人となり私はその地を見てあなた方のところを過ぎ越すであろう私がエジプトの国を討つ時災いが望んであなた方を滅ぼすことはないであろうこの日はあなた方に記念となりあなた方は主の祭りとしてこれを守りよよ永久の定めとしてこれを守らなければならないつまり 各家庭の長男は本来エジプトの10番目の災いによって撃たれて死ぬ運命でしたが神はご自分の長男であられるイエス・キリストをその身代わりとして差し出されたのですそして実際神の御子が十字架で撃たれて死ぬことによって各家庭の長男の命は救われることになったのですしかし別の見方をすれば この時救われた長男は当然それ以降には神の子供として自分の全人生を神に捧げ神のために生きなければならないのでした民数記には神もそのように主張されておられることが記されてありますウイゴはすべて私のものだからである私はエジプトの国においてすべてのウイゴを打ち殺した日にイスラエルのウイゴを人も獣も ことごとく性別して私に着せしめた彼らは私のものとなるであろう私は主であるこのことごとく性別して彼らは私のものとなるという表現はこの救われた長男たちはその後の人生を神と共に歩むいわば神との契約関係を担うものとなるという意味がありますそして この神との契約関係を担う者こそ、旧約時代の長子の特権である、家庭における祭子という立場が与えられていたのです。そして神は実際、彼らと契約を結ぶために、彼らをしない山に導かれました。そこで神は、神との契約の条件である、神の立法に言及されました。そしてイスラエルの民は、 最の国ととなるためにそこで神と契約を結ぶわけですあなた方は私がエジプト人にしたこととあなた方をわしの翼に乗せて私のところに来させたことを見たそれでもしあなた方がまことに私の声に聞き従い私の契約を守るならばあなた方はすべての民に勝って私の宝となるであろう。 全地は私の所有だからである。あなた方は私に対して祭祀の国となり、また聖なる民となるであろう。しかし、そのわずか数日後、彼らは金の格子主の像を拝むことによって、神の立法を破り、神との契約関係は破棄となってしまいました。そして当然、イスラエルの長男たちも、 再子職の立場を失うことになるのですが神は彼らの代わりに金の孔子の像を拝まなかったレビ人を長男次男三男という立場によらず神の子供たちとして性別し彼らも全人生をかけて聖女の奉仕の働きのために献身するようになったのでした。 私はイスラエルの人々のうちの初めに生まれたすべてのウイゴの代わりにレビビトをイスラエルの人々のうちから取るであろうレビビトは私のものとなるであろうさらに神は杉越の祭りの翌日に種入れぬパンの祭りを制定されましたこの祭りはほとんど杉越の祭りの一部になっていますがこれにはどのような意味があるのでしょうか 出エジプト記の記述を見てみましょう7日の間あなた方は種入れぬパンを食べなければならないその初めの日に家からパン種を取り除かなければならない第1日から第7日までに種を入れたパンを食べる人は皆イスラエルから立たれるであろうこの種入れぬパンとは イースト菌が入っていないパンのことですが通常は聖書の中で種入れぬパンは罪のない状態であるイエス・キリストの体を象徴するパンになりますしかしこの種入れぬパンの祭りは7日間にわたって食べなければならなかっただけではなくその間一度でも種が入っているパンを食べたものは民のうちから断たれるというのですそして この種入れぬパンの祭りが始められるのは杉越の祭りの翌日からになりますつまり当時イエス・キリストは金曜日の夕方にお亡くなりになられそしてそこから墓に入れられ安息日の間は墓の中で眠りについておられましたちょうどその時から種入れぬパンの祭りが始まったわけですさらに 種入れぬパンの祭りの2日目に「要塞」というその時期に収穫した初物を神の見舞いに揺り動かしてその収穫物が神の所有であることを表明する儀式がありましたちょうど杉越の祭りの時期は春でしたのでその時の収穫物は大麦でしたつまりこの種入れぬパンは大麦で作られたパンでした 先にイスラエルの祭りはイエス・キリストの役割とそのお働きによって罪人に何が起こるかということを象徴的に表していたということに触れましたがこの杉越の祭りに続く種入れぬパンの祭りこそイエス・キリストの十字架の功績によって罪人に何が起こるかということを象徴していたのです。 杉越の祭りに引き続いて7日間の種入れぬパンの祭りがあったその初めの日と第7日は正解であってどのような労働もしてはならなかった祭りの第2日にその年の収穫の初歩を神の前に捧げなければならなかったパレスチナでは大麦が一番早い穀物で祭りの初めに実り始めていた祭司は 大麦の穂を神の祭壇の前で揺り動かしすべてのものが神のものであることを認めたこの儀式が済まなければ作物を集めてはならなかった聖書を学んでいて私はこの大麦の要塞には特別な意味があると思いましたそれは聖書では農作物の収穫を 神の救いに預かる人たちにたとえてあるからですこの種入れのパンの祭りで捧げられる大麦の要塞は祭りの2日目すなわちイエスキリストの復活の日である日曜日に捧げられましたつまり大麦はイエスキリストの復活がモデルとなっている眠れる偽人たちの復の 復活を表していると考えられますそしてイエス・キリストの墓が開かれた時にその記念として共に復活した人たちがいるということがマタイにによる福音書に記されてありますまた墓が開け眠っている多くの生徒たちの死体が生き返ったつまりイエス・キリストの復活の日である日曜日に捧げられた この大麦の要塞はイエス・キリストの復活がモデルとなっている眠れる義人たちの復活を表していると考えられます。そして彼らは再臨の時に復活し天に収穫される神の復活の約束としてこの要塞の儀式は制定されたと私は理解しています。そして種入れのパンの祭りの初日は キリストが墓の中に眠っておられる土曜日の安息日であり、大麦の要塞が翌日の復活の日曜日であったように、ここには一日のズレがあります。これは眠れる義人たちが復活する前に、彼らのために神の裁きである調査審判がなされたことを意味していると私は理解しています。そして眠れる義人たちの復活は、 キリストの復活の体と同じ種入れぬパンの状態すなわち栄化されて罪の影響力が全く取り除かれた状態で復活することがわかりますそう考えたときにこの種入れぬパンの祭りの大麦の要塞が終わらなければ作物を集めてはならなかったように眠れる偉人たちの調査審判が終わらなければ それに続く私たち生ける義人たちの調査審判も始められないということになります。実際眠れる義人たちの調査審判は1844年10月22日以降今日に至るまで継続されています。しかし間もなくこの種入れぬパンの祭りが終われば次の収穫すなわち私たち 生ける義人の裁きへと移行してくるのです食材の働きが集結しようとする時の光景は実に厳粛であるそこには実に重大な意義が含まれている審判は今天の聖書において進行中である長年にわたってこの働きは続けられてきた間もなくその時がいつかは誰も知らないが 生きているる人々の番になる神の恐るべき見舞いで我々の生涯が調査されねばならない今は他のどんな時にも勝って全てのものが救い主の勧告に心を止めるべき時である今は他のどんな時にも勝って全てのものが救い主の勧告に心を止めるべき時である私たちはそのような 厳粛な時代に生きていいるるという自覚があるでしょうか今回神がこの杉越の祭りから私たちに教訓としてお与えになられたのはキリストの犠牲によって最初に救われた私たちが神の子供たちとして残りの人生をすべて神にお捧げして他の方々の救いのために働くということでした。これが本当のの意味での 福音伝道のの働きなのです私たち一人一人がキリストの十字架の地によってあがなわれたものすなわちエジプトの十番目の災いの時に命が救われた神との契約者現代の祭司として神の愛を明かししながら残りの全人生をかけて神のために生きることを神は私たちに望んでおられるのではないでしょうか。 今はこの決意を杉越の祭りに参加することで表明することはできなくなりましたしかしキリストはご自分が十字架におかかりになられる直前にこの杉越の祭りに変わる神との契約の儀式を新しく制定されました実はそれが聖三式なのですこの月の14日の夕方に杉越の祭りが行われた。 それはエジプトの奴隷からの解放を記念するとともに人々を罪から解放する犠牲を予表した厳粛で印象深い儀式であった救い主がカルバリーでお亡くなりになった時に杉越の祭りの意義はもうなくなり杉越の祭りが象徴していた同じ事件の記念として主の晩餐儀式が制定された。 私たちが次に教会で生産式を取り行うことができるのがいつになるかは分かりませんが、神にあがなれたものとして、心、新たな献身の決意を持って、ぜひともこの生産式に望みたいと思います。それでは、一言お祈りをさせていただきます。愛する御在天のお父様、死ぬべき運命であった私たちのために、 あなた様の尊い長男であられるミコイエス・キリストを私たちの身代わりとしてこの世にお与えくださったことを感謝いたします。そのことによって私たちは永遠の滅びの運命から神の子供たちとして永遠の命を得る新しい運命をあなた様の身恵みのうちに得ることができました。しかしこのことを杉越の祭りを通してまた 皆さんと共に学べましたことを感謝いたします。私たちは自分たちがそのような立場であったことを理解し、そして新たな献身の決意を持って、あなた様の見舞いに進み出たいと思います。どうぞ下部たちがあなた様の見舞いに、生産式を執り行う機会を得ることができますように、そして新しいあなた様との再契約を結ぶことができますようにお導きお助けください。これらの祈りを感謝して 愛する救い主イエス・キリストのお名前を通して見舞いにお捧げいたします。アーメン。